皆さんこんばんは。最近チキンダイエットをしている元男の子の青木かのんです。本日は久しぶりに元男の子の私だから話せる性別が原因で起こってしまったハプニング体験談を話していきます。なんかたまに言われることなんですけど、かのんちゃんってこういう話ネタ切れとかしないの？みたいな言われるんですね。で、答えは一切ネタ切れしません。なぜかっていうと、もうこの生き方自体が自分ではネタだと思ってるんで。全国の元男の子の皆さん、先ほどの発言は撤回いたします。元男の子、この生き方自体がネタというのは元男の子ではなくて青木かのんだけの話です。ごめんなさい、ちょっと茶番に行っちゃったんですけども、早速本題に入ります。これは私がまだ下半身の手術をする前です。なので見た目はまあ女の人でも真っ裸になったらブツがついてるみたいな。なのでその時に起こったハプニングを今から話します。まずですね、私はニューハーフバーとかも働いてたんですよね。いわゆる元男の子がお客さんにお酒をついで、でお話ししたりとか、キャバクラとは違うんだけども、まあそういった感じのところで接客業をしてたんです。でその後私は女性しか働かないスナックで働いてたので、そこのお店で出会ったお客さんと起きたハプニングっていうか、はい。で私はそこのスナックでですね、一部のお客さんにしか性別を明かしてなかったんですよ。実は元男なんですみたいな感じで話しての数人ぐらい、あと、まあ、店長とか感じで、だから他の人からは性別特にバレてなかったんですよ、こんな見た目なのに。で、まあ、私その時下半身ついてたんで、ゆくゆく手術しなきゃいけないじゃないですか。もちろん下半身の手術する時って脱ぐんですよね。当たり前か、当たり前だ。で脱ぐ時にさ、やっぱり恥ずかしいんですよ。いくらその病院の先生は、まあ、スペシャリストと言っても、やっぱり私のこの羞恥心が働いてしまって、どうしてもこの醜い下半身の状態では手術の先生に見せることはしたくない。あ、要はあの毛なんですけど、 毛です、はい。ちょっと前置き長かったんですけど、毛が恥ずかしくて、で手術するのも気が引けるなみたいな。そんな時にそこのスナックで私がよくあのしていただいてたお客さんが脱毛サロンの院長だったんですよ。しかも女性専用のね。でその院長と話をしていくうちに、その院長が、だったらかのんちゃん、もしよければうちのサロンでやる？だって女性専用じゃないですか。ああ、僕がやるからみたいな。だったら恥ずかしくないでしょって。だってかのんちゃんサロンに行くにもさ、その自分のその見た目とギャップのあるあれを他の人に見せること嫌だって言ったじゃん。そうなんですよ、私サロンにも行きづらいっていうか、どっちにしろどこも行けなかったんですよね。やっぱりこういう下半身を見せるのは嫌だから。そんな時にまさかの私のことを理解してくれる安心できる先生に出会ったので、もう手術も半年後ぐらいにするから、ここでちょっと脱毛しちゃおうみたいな。それで私はその院長のサロンに行くことになったんです。しかし思いもよらぬハプニングが起きました。あ、なんかお腹鳴った。そうなんですよ、予約当日の朝に院長から LINE が来まして、かのんちゃんごめん、ちょっと僕出張入っちゃって今日行けなくなっちゃった。あ、でも他のスタッフにかのんちゃんのこと伝えてるから安心してねって来たわけですよ。いや、いくらなんでも、まあ、私の事情をその伝えてくれているとしても、会ったことない人にその、ね、見た目と全然違う下半身を見せるっていうのが抵抗がすごいわけですよ。ただ今回院長さんに特別に割引をしてもらっているっていうこともあって、いきなり私から当日キャンセルするのも申し訳ないなと思っちゃって行きました。もう行く道中とかすっごいドキドキしてて、まあ院長も伝えてくれてるだろうし大丈夫だよねっていう感じの心境でサロンに行きました。で私は無事にですねサロンに到着するんですけども、そのスナックで話してた院長のサロンのイメージと全然違う、想像を超えるサロンの規模でして、一気に足が震えました。だってさ、もっと大規模なグループ企業でやってますみたいな感じの、あの名前ちょっと伏せるんですけども、めちゃめちゃでかいサロンで、でカウンターにはなんか5人4人ぐらいのめちゃめちゃ綺麗なスタッフさんがいるんですよ。それに待合室にいるお客さんもブランド品みたいに身につけてる、まあ、いわゆるその美意識高い系の人たちで、あのこれ終わった
はぁと思って、あこれ帰ろうかなみたいな、もうほんとそんな感じの私になってしまったんですよね。変な汗出るし、まあ、そんな困難もしてるうちにですね、あめちゃめちゃ綺麗なスタッフが私の目の前に来まして、あ青木さんですね、院長から話を聞いております、こちらのカウンセリングシートをお渡ししますのでお書きになってお待ちくださいみたいな、あおおお分かりましたって言って、それで受け取って椅子に座ってこうやって書き始めました。でカウンセリングシートを書くじゃないですか、そしたらなんか下の欄に女性器のここが気になる部分みたいな丸つけるそのイラストがあったんですよ。いろんな見慣れない単語が多すぎて、アイラインとか今わかりますよ、当時、あアイライン何それですぐスマホで調べて、女性の脱毛する部位のことアイラインって言うんだみたいな、いや私チンコしかないけど、いやアイラインみたいな、まあこんな感じになったんですよ。もうそこで私はどうしようかと、だってそういうシートを渡されてるわけなんで、いいみたいな、後でそのスタッフが来た時にどうせ、まあ、院長が最初に私の事情話してくれてるか分かっているだろうけど、丸をつける部分ですね、そこはもう未記入のまま、後で一応私からもちゃんと事情を言っておこうと思って、まあ、放置したんですね。3、4分後ぐらいにスタッフが私が記入したシートを回収しに来たんですけども、その時私もともと男性でして、下半身がまだこういう状況で男性のままなんですね、なのでなんじゃらなんじゃらみたいなご説明したら、え、分からなかったです、そうなんですねっていうリアクションをしたので、私もえみたいな、いやこっちも驚くんだけどみたいな、え印象伝えてなかったなってなったんですよ。院長事前に伝えておくから私ここに来たのに、それがなんか伝わってなかったんですよ。もう変な汗止まらなくなりますからね。でそのスタッフから、ごめんなさい院長から、ま、伝達があったとは聞いてたんですけども、周りのスタッフがちょっと稼働してましてうまく伝わってなかったんです、本当申し訳ございませんって言われて、終わったーってと、私のこのハートはですねズタボロになりまして、よしじゃあもう帰ろっかなーって、はいそういう感じになりました。だがしかしそこで私は帰りますというワードを言い切る勇気は持てなく、私はそのまま施術室に行きました。施術室、やっぱ前の話なのに思い出すだけで動揺してしまう。でその施術室に入って、でそこで先生がこうやって目の前に座ってくれて、一旦ちょっと状況を整理したいんで再度申し訳ないんですけどもご説明いただけますかって言われたので、で私はまあこうやって、半年後に手術するから、まあこういう男性器そのまんまの下半身で、だからせめて毛だけでも綺麗に整えたいという意思を伝えましてですね、わかりました、ちょっとですね、ここは女性専用のサロンということもあって経験のあるスタッフがいないので、一旦こちらの服に着替えていただけますかみたいな感じで、服っていうかバスタオル、でかいバスタオル、あとなんかパンティーみたいな、めちゃめちゃ細いパンティー、あれパンツっていうのかな、紐パンみたいな、なんかそんな感じの渡されたんですね。なので私は着替えるということで部屋を一人にされましてですね、いざ着替えたんですけども、そのパンツを履いたら股間がはみ出ました。もう少し詳しく話すと、紐が細すぎて私の股間が全部はみ出ました、左に。まあ、パンツって普通こうやって T になってるじゃないですか、 T の先端のここの部分に全部収まるようになってると思うんですよ。それを履いたままレーザーでバチンバチンって当てて脱毛するわけですよね。なので女性ですらちっちゃめに作ってるっていうか、そんなものを男が履いたら全部出ます。ちゃんと私は履いてるのに何かいけないことをしてるんじゃないかっていう、そういう罪悪感と羞恥心に苛まれまして、これはもう帰ろうという意思になりました。まあ、そうこう私がパニックしてるうちにですね、その先生が来て、いわゆる運命の瞬間が訪れたわけですね。お待たせしました、そしたらですね、一旦じゃあ青木さんのちょっと状況見たいので横になっていただけますかって、この状況で横になると、まあ、いわゆる絶体絶命ですよ。まあ、全部はみ出るバーガー知ってる私のこのタオルの中を先生に覗かしたら、私はもう生きていけないと思いまして、本当にちょっとお恥ずかしいんですけども、このパンツが小さすぎて全部横にずり出てしまって、これどうしたらいいですかねと、ごまかしながらぼやかしながら私は伝えました。したら先生は、お待ちいただけますか、すぐ戻ってまいりますのでって言ってバーって出てきました。あーこれもう絶対気づいてんだって、私のこのはみ出るバーガーした股間をもう察知したんだなと思って少し安心しました。で大体 4,5 分後ぐらいに先生が戻ってきて、大きめのパンツを持ってきたんですよ。そしたら一旦履き替えいただいて、もう一回見ましょうかみたいな、なんかそんな感じになり、無事ですね私の状況を伝えることができまして、幸いにもその先生がですね、もともと美容外科、整形外科かな、で男性とかが普通に来る、しかもそういう男性の下半身の手術とかもいろいろやってた方らしくて、特に問題はないですみたいな
何の問題だっていう感じなんですけども、あ、問題ないんで、あのご安心いただければとっていう感じで、まあ、なんとか生えてる部分のところをきれいにやるスタートがその日ですねできまして、無事そこで脱毛を手術の当日までに終えることができました。もうあの時は本当に絶対絶命っていう、本当この4文字熟語にふさわしい心境でしたね。変な汗止まらないし、ちゃんと化粧してきてるのも関わらず、もう全部クレンジングされてしまうんじゃないかっていうぐらい、もう本当に汗ダラダラになっちゃって、もうあんな体験は二度としたくないなと思いました。でもそこの方々にいろいろ柔軟に対応していただけたんで、とても清々しい気分で臨むことができました。本当あの時はお騒がせしました。そしてありがとうございました。今回はですね、久しぶりに私の過去の体験でお話しさせていただきました。少しでも楽しかったよと思っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。グッドボタン多いと関連動画といろいろ出やすくなるみたいなので、ぜひ応援のグッドボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、 あとノートもやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。